それでは第20試合アマチュアキックボクシングルールフェザー級ニュー2ラウンドを行います。青コーナーマッハ道場所属石橋ゆき、赤コーナー R ブラッド所属堤亮太。さあこの試合は2分2ラウンドとなります。キックボクシングルールですので投げ技関節技はありません。掴む行為が一切なしです、はい、あと顔面前蹴り。さあ両者ヘッドギアを着用しております。青いスパッツが石橋選手、さあ黒のスパッツが堤選手となります。2分2ラウンドを参りましょう。ファーストラウンドファイト。さあ168cm、59kg、18歳の石橋幸也選手。さあ一方173cm、58kg、17歳の堤亮太選手と大変若い2人の戦いとなります。さあ青いズボンが石橋選手、さあ黒のズボンが堤選手となります。押して押して押して、さあ若さ、ね、年齢もほぼ、同じですし、さあ体重差もあまりないので、お互い若い選手ですからね。
ですから、一発大きいのが入るんですね、ダウンも取れます。おっと、再びローブローとなってしまいました。はい、ちょっとまたここで一度時計が止まります。今度のちょっと痛そうですね。さあ大丈夫でしょうか。どんどん繋ぐんだよ。この時ですね、じっと見守るのもなんだし、目を離してるのもなんだし、微妙なポイントですよね。見て応援したからって、ね、回復するわけじゃないですか。次やったらカード出ますから。そう、あんまり注目しすぎて。さあ、行きましょう。さあ、再開いたします。さあ、前蹴りで距離を取って、さあ、スル選手、さあ、パンチが当たるようになってきた。それでは参ります。判定、赤、3対0、赤、スタート選手の勝利です。やっぱり終始やっぱりあの前振りで距離を取った上で打撃をきちっと当ててましたもんね。そうですね、石破選手もね、あの若干ちょっとリーチの振りはあったんですけれども、手数を出して、相手を倒そうと頑張ってくれました。さあ、石破選手は、ドクタージングをお願いいたします。石破選手きちんと、ね、手数を出して、ね、あの距離縮めて、おめでとうございます。ありがとうございます。もう少しで倒せましたね。まあ、もっと次は仕留めれるように頑張っていきたいです。今高校生ですか？はい、高校生。これからも続けていきますか？はい、どんどん強くなって上に行きたいです。これからの目標を聞かせてください。まあ、自分の先生の桜井さんみたいに大きく強く優しくなりたいです。優しくね。ありがとうございます。これからも頑張ってください。はい、清水選手でした。ありがとうございました。